はいこんにちは、えー、ここ1日2日でですね突然所沢タイソンさんがまた逮捕されるんじゃないかっていう話が、えー、アウトロー業界の中でね上がってきてるんですねで今日はこのことについて自分なりの見解をお話しさせていただきたいと思います、えー、事の発端はですねタイソンさんのメインチャンネルが、ね、利用停止処分を食らったとでその間ねタイソンさんが、えー、サブチャンネルを利用して 動画配信してたんでですねでそのサブチャンネルっていうのがどうやらタイソンさんの元マネージャーの慶太郎の、えー、チャンネルだったと。で、その慶太郎が、えー、勝手に自分のチャンネルを突かれたと。まあ、訴えると。うん。なので、それで、えー、また逮捕されるんじゃないかっていう話が上がってきてるんですね。で、あのね、<laughs> 言わせていただきたいんですけど、 ここんんんなことでタイソンささは逮捕されませんからね、うん、そもそも、あの、こんなことで、警察は動きません。うん。で、あのー、もうね、うん、これまでね、タイソンさんに深く関わってきた人たち、えー、初代タイソンチャンネルのマネージャー、二代目タイソンチャンネルのマネージャー、まあ今回の慶太郎ですよ。あと、ハイブリッドコースケ、餃子キット、吉野兄弟。 もうねこれらの人たちにね共通していることなんですけどいやあのー、まあねタイソンさんが自分の元から離れていってで自分をねこうアピールする機会というのを失ってもう再生数も取れないどうしようとそこでね思い悩んでそうだタイソンさんのことを誹謗中傷すれば注目浴びれるんじゃないかってまあそう思ったんでしょう。 うん、まあ気持ちはね分からなくはないっすよ確かにそれでね一時的に注目を浴びることはできますよただね大の大人がそんなことして恥ずかしくないんですかねなんか見てるこっちがもうね情けなくなってきますよはっきり言って <laughs> 今までなんかね、まあ、初代タイソンチャンネルのマネージャーから始まって、いろんな人がそういう動きをしてきたけど、結局みんな消えてってるんですよ。ここに来てね、え、セカンドステップの慶太郎、無駄ですよ、そんなことしちゃって。ね今、ま、一時的にまたなんか注目されてますけど、どうせまたすぐ忘れられますから。うーん、もうね、これあの、本当タイソン信者の一人としてね、言わせてください。もうあの、この流れは、やめましょう。 もういい加減、ね、はーいまあ、そんなところでねちょっと今日すいませんあの暑くなっちゃったんですけどはい今日,の今日はそのところで以上になりますはーいでありがとうございました失礼します